ポケットモンスター3、社会人による大人の実況プレイ、実況者のエテです。よろしくお願いします。はい、本日は休みです。ありがとうございます。休みでございます。なんだけど、さっきちょっと帰ってきて、今日も残業はなくて、今日帰ってきてから昨日編集に時間かかっちゃって、3時間しか睡眠時間がなく、帰ってきてそのまま寝てしまうと。で、6時に仕事終わったんだけど、朝のね。で、そのまま恒例のごとく毎週ね、月曜日の仕事終わりは、進みながら話そう。そういうのは月曜のね、仕事終わりはね、そのキャッチボールをするっていうのが恒例になってるんだけど、それキャッチボールして、なんやかんやしてたら帰ってきたら9時ぐらいだったん。もうね、眠たくてね、速攻寝てしまいまして、で、さらに少し悲惨なことが一つありまして、そのエテの大好きな、モンスター、飲み物のね、モンスターを飲んでたんですよ、朝帰ってきて。で、そのまま寝ちゃって、起きたらひんやりしてて、がっつりこぼしてた。なんでね、今非常に足元が冷たい中、ポケモンさんやらせていただいております。もうほんとテンション下がるわ。もう絶対臭くなるじゃんこれ。で、まあそんなしょうもない話をしてる合間に、今回の今日の一発目の目的地、空間研究所に到着。池星ごもちゃん、跳ねるです。跳ねるってピュー。エテさんの真似をしてみました。あなたは傷ついてばかりだったでしょ。ですからポケモントレーナーへの、憧れはなかったのですか。エテさんやハウさんたち、未来の扉を開けているようで、なんだか素敵だなって。ピュー。あ、エテさん、お久しぶりです。ここが空間研究所です。で、博士がお待ちしてる。空間研究所って何なんだろう。あの試練は、3つもあって大変そうですけど。はい、余裕でした。はい、まあ、アーカラの試練を3つ全てこなしたのですか。だからなのですね、月光河さんとも心が通じ合ってる。月光河、言うこと聞かねえんだけども、訴訟。そんな風に見えます。月光河先頭にしてるか。今もしかして変えとこう。言うこと聞かねえんだもん、こいつ。全然言うこと聞いてくれないんだもん。やっぱ、フクスロ、エテの相棒はフクスロだ。オッケー。じゃあ、早速入っていこうか。なんかありそう。なんか、何ここ。なんかある、ある。本日の第一アイテムは大きなキノコでした。こんにちは。あなた空間研究所に行くのねって誰でもわかるわよね。上は研究所だけだもの。あなたいる？はい。何階に行きますか？3階しかない。肉、幻の2階。幻の2階と天空の花嫁だわ。やはり、はい、今のはちょっと聞かなかったことにしといてください。こんな場合でもお帰りなのかな。嫁さんかな。彼女はバーネット博士、空間研究所の所長、そして僕の奥さんだぜ。ああ、綺麗じゃん。あなたがいてね、さっきリーリエから聞いたわ。頼れるトレーナーさんだって。3ヶ月前、タンクトップエロいね。
浜辺で倒れているリーディエを見つけたのよね。バッグの中にいたコスモックもぐったりしていたし。コスモックって、ハウはいないの？あ、あのザコは帰らした。お家に帰らしたよ。箱に詰めて着払いでね。ハウはマイペースだからね。原さんみたいな大物シマキングにだってなれるよ。まあ所詮シマキング止まりだよね。ハウ程度のトレーナーは。おわ、本当だと思う。いらっしゃい、ハウ、久しぶりね。あのさ、エテにアローラの不思議な現象を教えてあげてほしいんだ。もちろん、アローラの謎。それはウルトラフォール。ウルフォ。アローラではごくごく稀に空に穴が開くとされています。天空を貫く槍。そしてその先には未知の空間があるらしいの。なぜ未知の空間があると推測されているか、いるのか。それはウルトラホールから怖いポケモンがやってきたとの伝承が残されているから。あれかな、伝説が順伝とか出てくるのかな。根拠としては、貧弱だけど無視できないのよね。これまでのポケモン図鑑にも別世界に関する説明はいくつか参見できるし。参見。怖いポケモン。野生のポケモンは人を襲うこともあるでしょ。ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったそうよ。ウルトラビーストと呼ばれ、恐れられ、島の守り神と激しく争ったりもしたみたいね。カプコケコとかが。さっきも言った通り伝承があるだけでどこまで本当か不明だけど、空間の歪みを調べてウルトラホールの謎を解けば最高なんだけどね。いい笑顔だ。まあ、スイレンちゃんには劣るけどな。なあ、ポケモンと空間の、関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめているわよ。読めということか。読めしということか。パルキアの解説テキスト。空間のつながりを自在に操ることで遠くの場所や異空間に移動できるのだ。ギラテナ、常識の通用しないこの世の裏側にあると言われる破られた世界に生息する。別世界ドータ君、別世界への穴を開けてそこから雨を降らしていた。そのため、農作の神、豊作の神とされる、うん、コイル、ココイル、磁石の神とされている。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚に、あ、もう読んだけど、いろいろなんか一個怪しいのがある。これか、夢の狭間。違うの、これじゃないの。あれあれ違うの。もう帰るわ。もうみんなの話。あのね、ディグダトンネル行くよ。ポケモンが作った穴でしょ。は？3ヶ月前のことです。星雲ちゃん、コスモックについて教わろうとバーレンダー博士をお尋ねしようとして、でも道に迷い浜辺で倒れてしまったのです。夜中にもかかわらず私の話を真剣に聞いてくださっただけでなく、旦那様のククイ博士に連絡なさって星雲ちゃんの調査とロフトを貸すように手配してくださったのです。優しい。バネット博士は本当のお母様のようです。いいか、もうもういいか。興味深い話だっただろ。ウルトラビーストがいたとしたらどんな技を使うか気になるね。さて、アーカラでの3つの試練を全て終えたんだろ。すごいぜ。次はいよいよ島クイーンライツさんとのポケモン勝負。アーカラ最大にして最後の大試練だね。何タイプって言ったっけ。前回の終わり際聞いたんだけどな。ライツさんは、の家はディグダトンネルを抜けた先のニコニコシティ、コニコシティ。スカルダには気をつけるんだよ。出てくるってわけだね。はい、バーネット博士とお話ししてます。あ、俺ね、ディグダトンネル行くよ。ポケモンが作った穴でしょ。まあ行きましょうか。次、ディグダトンネルらしいです。ちょっと待って、何タイプだったっけな。岩？いてて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 て。
ちょっとちょっと今引っかいちゃった足自分で。えてえてに4のダメージ。A 低くね？エテの A 低くね？え？空に裂け目が。ウルビーか？ウルビー来んのか？ウルトラビーストのことみんな略してウルビーって言ってるでしょ？多分。試練をこなしたんでしょ？だったらデグダトンネルを抜けてライスさんに会うんだよね。ディグナトンネルはね、こっからだとボケ船の近く、見逃しやすいから看板を要チェックだよ。ポケモン、ポケモン、バカなのこいつ、まあ、見逃さないよ、マップに出てるもんだって。こっちでしょ。なんか研究員はなんかくれそうだよね。うん、X ボタンでメールを開いてフェスサークルにタッチだよね。ゴミ研究員でした。存在価値のないゴミ研究員でした。ディグダトンネル、ライチさん、エテじゃないか。こっちはなかなかだね。トンネルの中じゃポケモンのディグダがてんこ盛り暴れててさ、波のトレーナーじゃ通れないよ。で、島巡りはどうなのさ。ちょいと Z クリスタを見せてごらん。お、エテ、すごい。マオの試練もこなしたんだね。こっちもそろそろだね。ディグダも落ち着いてきたし。エテの実力ならトンネルだって抜けられるさ。ディグダトンネルを抜けると、コニコシティ、ニコニコシティって言ってしまう。私のお店があるから、そこで待ち合わせしようか。何？エロい店かな？一緒に行かない？あ、はい、行きます。はい。待ってます、先行ってます。ディグダがいっぱい出るんだろうね。ズバッとズバッとトンネルでした。ここはわあ、野生で21か、即戦力だな。結構入りくん、このトンネルとか入った時にね、マップが出てくれないのがちょっと悲しいな。できればトンネルのそのマップも、ああ行き止まった。ただアイテムを回収できたのは大きい。で、左側に格闘家がいたな。あいつ回避不可能系男子トレーナー、今流行りの。ディグダ、ディグダってやっぱ S が速いからうまく逃げさせてくれないね、一発とかじゃ。えいっ、マジ？どうやら君も Z の力を使うトレーナーらしいな。私の Z とどちらがより Z なのか比べよう。まずはトンネルにいるトレーナー全てを倒してくるがいい。黙れ。エテは先を急ぐ。え？砕いたらポケモンが出てきたのか。エンカウントでーす。逃げます。ディグダぐらいだったら倒してもいいかもね。抜群取れるし、一発で多分確一で倒せるだろうし。炎の石、ラッキー。 EV 欲しいなー、ほんと早く。これエーテル、なんかこれいたよね。これなんだっけ。これようやく一段落ね。あるら、私はほらエーテル財団、ポケモンの保護をしています。ちょっと怪しい集団なんだよね。エテはまだ信用してない、こいつらのこと。こんなにディグダが暴れたのはスカルダンの仕業らしいの。だいたい単色のなんか服で統一してるやつだって悪いやつだからね。単色でなんか揃えてるやつは大抵そう。スカルダンというのはポケモンやトレーナーに迷惑かけては喜ぶろくでもないとんでもないやつらね。
デグダが長年かけて、掘ったトンネルを使っているんだよ。だからポケモンと揉めずに通らせてもらわないとね。まだデグダもいるけれど、気をつけて通り抜けてね。怪しいわ。ポケット多くね？ポケット。すごい傷薬。すごい傷薬はね、高価なアイテムだから嬉しい。いい傷薬が700で、すごい傷薬1000何歩とかだよね。ちょっと金策をどうにかしていかないと。ゴンベのさ、ゴンベの、そのハッピータイム、活用していった方がいいのかもしれないな。出た。あはは、動き回る系トレーナー。力任せでは作業はうまくいかねえ。じっとしてろお前は。作業員の正彦、本日の初バトルは正彦くんです。初トレーナー。ワンキーじゃん、ワンキー。ワンキーは格闘タイプなので、ついばむが効果を抜群です。効果を抜群です。はい、お疲れ様でした。作業に戻りたまえ。休憩は終了だ。ご安全に。想像以上だな。はい、さようなら。君と遊んでいる時間はない。社会人の得手に。24までだったらまだ遊んでやったかもしれないけど。ああ、参ったぜ。ドンちゃん騒ぎしてたらよ。ディグダに囲まれ、袋叩きよ。わかる？袋叩き。袋で叩くことじゃないぜ。だからよ、俺らも袋叩きしたいわけ。そんな気分の俺らの前に現れるお前が悪いわけ。エーテ！ハウ。誰かと遊んでるかと思えば、なんでスカルなんかヒェア。なんだとは、ご挨拶じゃん。こいつらまとめて締めちゃうよ。そう、俺、スカルダン、ポケモンで、モンスターボールを開ける、開、はい。ちょっとエッテのフリースタイルラップ披露しちゃったわ、今。めったに見せない 5年に一度のエテのフリースタイルラップ披露しちゃった。ダブルバトル、カリキリとあの細いやつ、ピカトゥー、御三家出すよ。そこはヤトウモリとカリキリ、草タイプと、相手は確か葉っぱカッターがいいんじゃなかったっけ。やと、いや、ツイバムは、カリキリに抜群。葉っぱカッターは今一つか。じゃあ、一匹ずつ処理していくか。石化。ナイス削り。まあ、削り必要なかったけどね。ショックス！はい。あと一匹、こいつは葉っぱカッターでいいよね。葉っぱカッター。エレキボール！電気も通る。あ、毒理想。毒だ！あら、今一つでね、教えてもらったんだけど、教えてもらっててコメントに書いてあったんだけど、状態異常になったら、その状態異常になったらお手入れしてあげると元戻るよって言ってたんで、これ戦い終わったら試してみる。試してみよう。お手入れしてみよう。一回やったんだけどね。お手入れ、お手入れ、よし。それぞれ、はい、炙り21。
甘い香り。甘い香りはね、英断系じゃなかったっけ、違うっけ。相手の回避率をガクッと下げる。必要ない。いいえ、回避率とかはね、ポケモンであんまり信用してない。影分身とか、うん、ダウン系はね結構鬱陶しいけど、あんまりね信用してないわ。えて、まあだからダウン系と組み合わせてさらに避ける的な感じにしたらよりいいんだろうね。小さくなるのが、それこそ。あ、来た来た。あ、ほんとだ。毒どうすんの、どうやって直したらいいんだ。毒の場合は、毒の場合は何、エアコン。あ、ああ治ったけど、進化前の方が可愛かったな。進化前の方が可愛かった。なんかちょっとおじさんだもんね。なんか、ま、最終進化に期待しようね。前も言ったけど、2進化目はあの大抵ぶっちゃいくになるから。うん、閉めるなよ、袋叩きするなよ。俺ら世界征服とか目指してないのに必死になるなよ。バイバーイ。相手と一緒に戦ってるとさ、ポケモン安心してるから、やっぱすごいトレーナーなんだね。うん、いいものあげるね。PP リカバー、ありがとう。 PP リカバーか、あん微妙だな。 PP リ PP 系ってなんかあんま使わないよね、ほんと。だって回復結構できるもんね、ポケセン結構あるし、そこら辺に。はい、先を急ぎましょう。あ、もう出口じゃん、ここ。意外と早かったな。ちょ、なんだこれ。交番目、え、なに。戦わない、目を合わせない。こういう時はさようなら。ちゃんと仕事せよ。警察、警察。どっちだ、こっちか。ちょっと待って、アイテムありそう、アイテムありそう、アイテムだ。どうです。わ、はいはい、ありがとうございます。よく当たる。と、ネットボール。よし。あ、なんか、神社っぽい。ちょっと鼻水めっちゃ出る。あ、いいね。こういうタイプの感じ好き。中華街みたい、なんか。え？武器工房があるよ。武器工房。武器作ってもらう？どこだ？ここら辺に出てる。これか？これか？もしかしてライチさんの店、この、これ？これ臭いな、なんか。これなんじゃね？ポケセンは先寄るけどね。ニョロボン。はい、持ってまーす。うーん、あ、ハイパーボールがついに販売されるようになった。それぐらい？シルバースプレーもかな。すごい傷薬。2000円？違う。1500円か。ハイパーボール買っとこう。5000円分ぐらい。6個。はい。OK。で、回復さして。まあそんな食らってないんだけどね。うん、で、今日まだカフェ行って。
てない。ちょっと14時ちょいって寝てたからだってさっきまで普通に。もうほんとモンスターこぼしたのテンション下がるわ。これ絶対臭くなるじゃん。エテの絨毯がもうびちゃびちゃなってたもん。拭きまくったよ。もう拭きまくってか、もうこぼしたらさ濡れるしさ、飲み物なくなるしさ、匂い臭くなるし、もう最悪なんだけども、モーモーミルクでお願いしよう今日は。はい、モーモーミルク、これ100、200円でさ1個アイテムもらえるって考えるとお得だよね。絞ってきたモーモーミルク、口の中で転がすようにじっくり味わっておくれよ。はるか昔月は、あ、これ聞いた、これ前聞いた、これ、うん、長寿タウンの 名物のまんじゅう、イカリマンジュー、イカリマンジュー、うん、はい、ありがとうございました。じゃあ行こう、ライチさんとこ行こう、ライチさんとこで、多分対戦あると思うんで、持ち物とか確認しとくか一旦。月光が何持ってますか。あ、水 Z、アブリオレンの実、格闘 Z、 先生の爪、ノーマル Z、 フクスローなんか持ち物持たしておこう。お盆の実持たしてたんだよね。 Z 系はね、草 Z、 そういやそうだ、真央ちゃんに勝ったからもらったんだ。草 Z 使おう。よし、オッケー。まあこれでもう勝ち確です。いきましょう。大ノーズ、大ノーズで思い出したけど、ニコ生でビコっていうさ、ポケモントレーナーの人がいて、その人は大ノーズに似てるっていうか、鼻がでかくて大ノーズでっていう、結構好きだったんだけど、なんか引退しちゃったな。いい、実家に帰っちゃった。なんか仕事でいろいろあったみたいで実家に帰っちゃったらしい。ライチです。この子は大ノーズ、いつも留守番してもらってるの。待ち合わせはメモリアルヒルの奥命、奥名の、違う、奥命の遺跡に来てね、よろしく。はい、了解しました。ダイノーズどっか行っちゃったよ。戻ってきた。ノーズーズー、薬くれるの、薬、やばい薬か、満タンの薬。ノーズノーズは、あーなん、あー、こういう系のセレクトショップだね、こういう系。え、もしかしてこれさ、あーそういうタイプか。ファッションのさ方かと思ったけど、え、すごい、え、たっけ、え、蓋の化石、頭蓋の化石、いりません、いりません。え、いつ、うわ、そんなん言われたら欲しくなるじゃん、買う。そんなん言われ、ふた、ふたか頭蓋か、ふた、頭蓋、ふた、ふた、ふた、くれ、ありがとう。ただ化石、一種地方から買い付けてきたレアモン、カメポケモンの祖先と言われる古代ガメポケモンの化石さ。アローラじゃ手に入らん、せいぜい大事にするんじゃよ。はい、やっぱ化石とか言ってるから地面タイプだろうね。ね、ダイノーズもいるし地面だろう。その
ライチさんは。ここで急に視点が変わる仕様。メモリアルヒルってどこだ？マップ見よう。メモリアルヒル、反対側か。え、反対側行く場所あった？ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。船で行く？これ多分次の島行くときこっから行くんだろうな。こっち側なんだけど、ああ行けるか、行けんのか。こっち、あ、行ける行ける。メモリアルヒル、あー墓場か、墓場だ。バンのウゴナ、え黙れ。小さなメダル落ちてないかな、小さなメダル。あ、トレーナー、トレーナーだ。でかいねけどこれ。そっとしておこう。ちょっと迷路みたいになってんだけど。ビビリ玉。シルバースプレイ。アンヤと。エテは、エテなら避けれる。よし、プロ。はい、エテは今右に捉えたよ。よし、呪いのお札。さらに奥に二段構え。二段構えじゃなかったね、その、相原みたいな感じじゃなかったね。エテだったら配置するな、あそこに門房。さらに奥にちょっとめちゃくちゃレアなアイテムを。スカルダン、人のポケモンは返しなさい。いや、ゴダゴダうるさいガタガタ言わずぜ。そうだよ、俺らもポケモン売って金儲けにマジだから、ポケモン返し欲しければポケモン勝負、勝負、ポケモン勝負。いや、ちゃんとしてくださいよ。代表になんて言わ、なんて言われるか。支部長、いつも口だけで何もしないじゃないですか。もう絶対怪しいわ。やっぱエーテル財団も多分ダメな方だと思うわ。私こそがエーテル財団最後の砦、何かあれば大変でしょ。おお、そこのトレーナー、私の代わりにスカルダンを、な、何、何、何いける？あの、タイなんだけど、避けるとか避けるとかさ、な、もう倒すとかにしろよ。スカルダンを倒す、名誉を与え、名誉を与えたりしますよ。お前準備いい、いいか。俺は準備いいぜ。ダブルバトルではなさそう。下っ端スリープ、ラッタ。あー、ラッタもなんか変わったね。あ、なんかこれ昔のポケモンがそのリージョン、リージョンシステムかなんかでこういう感じになってるらしい。うん、リージョンシステムね。どうしよう、 Z パワー使ってみようかな。ブルームシャインエクストラ行こう。必殺前歯、ひるまないでね。よし、くさー。はい、ブルームシャインエクストラ。
綺麗。そんなに強くない、そんなに強くない。てか次の一撃40で必殺前歯だったから大丈夫だね。43大丈夫、ギリ耐える。ノーマルなんで、まあ葉っぱカッターで落ちるかな。ラッキー、落ちる、よし。はい、ヨウヨウ、お前よ、ちょっとシャレにならないよ。お疲れした。ありえない現象、情けない現実、インフメちゃんと。ありえない現象、これがまさに象徴。現象、俺は大将、君に殺傷、無意味な殺傷。ラッキーだね、今日はフリースタイルラップか。もう湧き出てくるわ、エテの中の5年に一度の。今日はそんな日だわ。こんなポケモンいらねえよ、お前ら。グッドラック。じゃあ相手が尻尾を切り落として売却しようか。うん、売りに行こう。やん、君ありがとうね。やあやあやあ、島巡りですか。素晴らしいトレーナーさんですね。私痛く感動しました。素晴らしいものをお見せしますので、まずはアーからの大試練をこなすのです。そうすればハノハノリゾートから素晴らしいところに案内します。助けてくれて本当ありがとう。あなたがいてくれてよかった。じゃあ島巡り頑張ってね。アルラアルラ、僕結構好きなんだろう。なんか新ポケ出ないかな。ノズパスは葉っぱかった。頑丈じゃなかったっけこいつ。頑丈だよね確か。あー、草結びすればよかった。こういう敵には結構有効だよね。それこそ電磁波、うぜえうぜえ。草結びスパーク。ダイノーズって電気なのかな、地面電気。はい、強い。あ、そうだ、電磁虫22ね、直しといてあげよう。はい、よくできました。さあ行こう。どっちだ、上か下か。下にアイテムが開いて、あー、わざましい、わざましい。吸血いらねえ、いらねえ。一回釣りしとく。釣れないな。はい、ギャラドス来い。来いキング。いらない。コイキングってやっぱりポケモンだけどさ、その魚の独特な、その生臭い、魚臭いのかな、やっぱコイキングも。あはは、見つかった、殴られる。おはようございます、ジェジュメテオス。死んでください、略してシェッ。空手王の剣士、剣士の張り手山、
ま、ついばむで終了ですね。うん、ついばんでおしまいです。ただ、2ターンはかかるかもしれない。ハリティアマ進化系なんでね。あー、回復しようよ。危ないわこれ。はたき落とす。あぶねー、耐えたー。先制技ないよな。頼むよ。はい、よし、ちょっと回復しよう。レベルアップ27。うん、ケンジ負けてしまいました。縮めて、またバック。傷薬11個使っていこう。なんかあるな。ジガルテキューブ。よし。あ、ついた臭い。これが命の。あ、あんたね、グラジオが言ってたの。何にも感じない普通の子に見えるけどね。服がダサいよ。ピンクピンクしい。あたいはブルメリ。プルメリかな？プルプーか。スカルダンを束ねている。言うなればアレゴってところ。あんたも知っての通り連中バカばっかりでね。でもさ、バカだからこそ可愛いってことあるじゃない。なんか見たことあると思ったら体験版で出てきたわこの子。わかる？可愛いあいつらをいじめるあんたが邪魔なのよ。ほほー、よかろう、可愛がってあげよう。あんまり好きじゃないわこの感じ。この子はちょっとタイプじゃないです。相手のプルメリ。ハイパーボール、ハイパーボールでゴルバット。多分進化系を捕まえたパターンだろうね。ここは驚かすだね。怪しい。あやぴかバット、今流行りのあやぴかバット。バカ。ね、木の実でさ、なんか混乱が治るみたいなないっけ。俺は違う。ひめりピーピーない、ない。あ、こっちか。木の実。あい、来た。ちょっと待って、足がしびれる。ちょっと冷たいからさ、足場が。あ、いや、勝ったわ、まずい。先手打てる。先手打てる、大丈夫。耐えれるよな。うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょっとまずいなこれ、まずいな。入れ替えるか。月光川、岩風でいくか。岩風、ただエアカッターがな、エアカッターがちょまずいんだよな。エアカッターがまずいんだよな。ちょっと月光が一回受けてくれ。すまん。エアカッター、いやー、いいね、耐えれる耐えれる。じゃあここはご了承。影分身じゃなくてアクアどうだろう。悪タイプどうだろう。打ってみよう。
まあ等倍か、普通か。はい、来た絆変化。よし、アブリ22。アブリそろそろ進化しないかな。さすがに耐久が弱くてさ、後出しで使う。グローパン、グローパンチ、これは確定でいる。瓦割りは威力高いからな。グローパンチね、攻撃 A が上がるんだけど、威力はそんな高くないんよな。眼風は物理、バブル光線は水でいるし、追い打ちは悪タイプ。まあ唯一格闘かぶっちゃうしね。まあ瓦割りだったらいつでもまた覚えさせられるから、ここグロパンに変えとこう。グロパン A 上げて他の技で倒す、そういうこと。コンベ19。雇う森、雇う森、ここ魔剣化に行こうか。雇う森、眼風 Z パワーからの全力、あ、違う、格闘はダメだ、格闘はダメだ。眼風弾ける炎、問題ない。いやー、問題あるわ、問題あるあるだわ。ただ S 下げろ、 S 下がって先手打てる圏内に入ったと信じます。ちょっとレベル差がね、うん、レベル差があれだったね。ここはここは月光牙に頼らずに、電磁虫は抜群取られちゃうし、アブリも虫だからダメだし、ゴンベ行こうか。な、何げゴンベ初出しだわ、初出し。ハッピータイム、ハッピータイム、ハッピータイム使おうかな。ちょっと一回使って様子見よう。ハッピータイム、ハッピーホーム、パンナホーム、ハッピータイム、ハッピーホーム、パンナホーム。で、こっからの Z パワーで、ウルトラダッシュアタック、Z ハッピータイム？ウルトラダッシュ。指を振るでもよかったけど、ここはもう仕留めよう。あんま長引くとね、また何してくるかわかんないから。くっさ！ウルトラダッシュアタック、ダッシュできんのかお前。動けるデブ、動けるデブ、いい火力だ。448。あ、お手入れは、お手入れいいか、もう道具使った方が早いしな。大人は効率を重視する。6240円、めちゃんこうまし、うん、うまっ。はん、大したもんだよ。ただし次邪魔したら本気でやっちまうから。うん、あれ外出てる、これもしかして。外出された。回復しとく、バック、傷薬、とりあえず毒消し、毒消し、毒消しないかと思った。で、元気のかけら。で、傷薬をもう全部使っちゃおう。7個。2、3、4。まあ、いっか、これぐらいで。行こう！
命の遺跡。ちょ、モンスターこぼしちゃったからまた買い、ちょ、後で買いに行こう。エデン！はい！リレーが迷っていたから連れてきちゃった。ホテル潮祭での待ち合わせでも迷っていたのよね。スカルダンを見かけて、避けていたのが理由らしいけど。じゃあね、私はこれからロイヤルマスクの試合があるの。それにしてもロイヤルマスクって覆面の下どんな顔かしら。本気で言ってんのかそれ。本気か冗談かどっちだ。星雲ちゃんのためやってきました。ご覧の通り連れてきてもらったのですが、あ、福スローさん元気にし、ちょ、もう元気、ちょっとそれ元気のかけらとか使ったから。もう奥にあるのがアーカルの守り神カプテテフさんの遺跡です。いいアングルだ。メレメレ島でも、戦いの戦の遺跡に行こうとしたり。あなたにとって遺跡とは、島の守り神さんとは何ですか？虫。あの時、心底困ってたのです。エテさんがいなかったら。お、ライチさん。あら、確かククイの。私、リーリエです。ククイ博士の助手で。こちらはエテさん。ごめんごめん、わざわざ会いに行ったのに名前聞かなくて。カープテテフに呼ばれ、遺跡をきれいにしていたのさ。エテ、アローラの人、ポケモンを知ってくれてありがとう。ん？勝負か？さてと、アーカラ島3人のキャプテンの試練をこなし、挑むは島クイーン、ライチュの大試練。アーカラで一番ハードなポケモン勝負、ガツンといくよ。喜んでい！今の喜んでの言い方は、電車男の伊藤くんの喜んでの言い方、喜んでい！はい、一回ね、YouTube か何か調べて見てみてください。あたしらの全力あんたらにぶつけるよ。ライチさんの相棒はごつくてかわいい岩タイプのポケモンばかりさ。岩ね、オッケー。岩ね、水か草もしくは地面、格闘オッケー。だからフクスローもいけるし、月光眼ももちろんいけるし、魔剣狩りもいける。で、虫タイプの残りの、子たちは厳しいね。炙り無理、電磁虫無理、ゴンベも少し無理だけど、ゴンベちょっとハッピータイム出しで、ちょ、一回、途中出そう。で、こいつは Z パワー必要か？いや、ほんとね、侮ってたら何してくるかわかんないから、もう、ガンガン行くよ。で、このね、急に盛り上がるこの BG、クーサー！いいね、この、キングとかクイーン戦の BGM 好きだわ。ブルームシャイン、エクストラ。これ、一発で落ちんじゃね？草結びバージョンだからね。ちょっと耐えたか。電磁波、どうしようかな。先に麻痺直しておこうか。先に麻痺直し。おお、して。相手何打ってくるかが問題。回復してくるか。まあ、回復使わせたってのはでかいかもね。お互いに。うん。で、多分次のターン、また電磁波とか打ってきそうだから。ここで。押しておこうか。普通草結び半分以上いって、圏内じゃないな。どうやら圏内じゃない。葉っぱカッターで急所当たったら落ちるかなぐらいかな。
直す。ね、すぐに直した方がいい。岩なだれは抜群取られます。よっ、8倍じゃないこれ。4倍か。4385からの43なんで、乱数で落ちる可能性がある。乱数で落ちる可能性ある。葉っぱカッターで倒しきれる自信がない。ただ電磁波打ってくる可能性があるからね。9でしょ。電磁波打ってくるでしょ。直すか。直そう。直して一発耐えて葉っぱカッター終了。耐えろランス。よし。でここで葉っぱカッターで終了。オッケー。やっぱ硬いね。硬い。ルガルガン。わかんねえよ、ルガルガンって何。ここはゴンベ出しておこうか。じゃあハッピータイムだ。今からハッピータイムタイムだ。ルガルガン、なんか今回は細いポケモンが多い。ちょっと細めのポケモンが多いわ。ハッピータイム。岩落とし。うわあ、で、で、ノー、ノットハッピータイム。ちょっと待って、どうする。岩タイプなのかこいつ。もう岩地面かな。見た目で言ったら炎とか入ってそうなんだけど。岩月光が、月光がだ。ここはタイプが分かんねえ。まあ水手裏剣は確実に抜群取れるでしょう。シュ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 。1、2、3。お疲れ様でした。いいね、絆変形。これで水手裏剣の威力がアップする。さらにね、これ控えに戻してまた出したらどうなるんだろう。また元戻んのかな。この戦闘中はずっとサトシ月光河になってくれてんのかな。お、レベル上がった。強え強え。福ゾロ28。コウゴウセイ、コウゴウセイ。どうしよう。コウゴウセイいるいる。草結び、まあここかぶってるからね。草結び切るか。うん、どっちかっていうとね、あの物理タイプなんで。てかまあ草結びはね、あの相手の重さでね威力変わるから。草結び一回忘れさせよう。で、光合成、光合成はあった方がいい。何かと有能だからね。ガントルで、ここでね満を持して負けんかり行ってこい。ガントル、あ、ガントルは知っとると。こいつ頑丈なやつじゃん。これグロパンで A 上げて行こうよ。抜群取れるし A も上がるし。頭突き26。次食らったら落ちるな。次食らったら確実に落ちるな。
かといって回復させてもまた繰り返しだからな。黒パンで相手が外すか違う行動してくるのを期待しよう。これで2段階上げる。外せ外せ。耐える耐える。すまんすまん、マッケンカリで、ここはもうね一発で落とせるでしょう。あ、待って、フクスロー出してさ光合成やってみよう。 S は確実にこっちの方が早いから光合成。いいね、ロックブラスト抜群取られるんだけども、お、サトシゲコーガのまんまだ。はい、仕留めちゃってください。ねえ、昼寝を始めちゃうやつ、マジでこいつ言うこと聞かない訴訟。とりあえずこそ眠気覚まし。ドゥツキ、よし、打ってくれよ、頼むぞ、打って打って、お願いお願いします。打てよ撃てよ。よし、これで落ちたね。うん、一発。はい、687の経験値。いやーけど周り死んじゃったからな、ちょっと経験値もったいないな。素敵ね、4300。うわー、これ倍にしてたら8000だよ、ハッピータイムで。ハッピータイムいいね、どんどん使っていくか。全力を出し切ってこそさらなる輝きを得るからね。ちょっと撮影時間が1時間超えちゃった。あんたら最高だね。はい、岩タイプの Z クリスタル、岩 Z を授けましょう。岩の Z ポーズのご披露お願いします。ライチさんの、ライチさんの岩のポーズお願いします。達成。岩 Z、 はい、岩タイプ Z バー引き出すのはこの動き、腰のひねりと力強さがポイントだからよく見ていて。はい、残念です。はい、私はあんまり似てないけどかえって惹かれるんだよね。残念です。本当に嬉しそうですね。でリーディー、変なこと聞くかもしれないけど、トレーナーでもないあんたがどうして命の遺跡に。あ、この子遠くからやってきたのです。元の住処に戻して、戻したいのですが何も分かっていなくて。で、遺跡が気になるようですから何か手がかりになればと。珍しいポケモンだね。カプテテフは守り神といえど、暴れたりもするポケモン。会おうとするなんて彼らより強いポケモンぐらいよ。ゴー！まさかね。あんたらの旅がより驚きであふれ、さらなる優しさに包まれるようにリレー送るわ。トレーナーじゃないのにポケモンのために頑張る人って好きだから応援しないとね。わあ、ライチさん、リリータウンのハウです。勝負させて。空気読め。テテテテ、逆から読んでもテテ。エーテル財団の、緑な人が、大試練が終わったのならハノハノリゾートに来るように言って。エーテル財団？
何の用だかわからないけど行ってらっしゃいって。ハノハノリゾートにすぐ向かうならリザードンで、艦隊に戻れば、空間研究所の先にある橋を渡ればハノハノリゾートよ。空間研究所の先、エーテル財団ですか。私ハウさんの勝負も見ていきます。ポケモンさんが傷つくのは苦手ですけれど、エチさんやハウさんのポケモンさんひたむきですから。じいちゃんみたいに俺強くないけど、おしゃまりたちのいいところ引き出す。ハウはハウでしょ。島キング原さんの孫とか関係なしに、ハウたちの全力出しなよ。何笑とんねん、何笑とんねん。はい、ということで一旦区切る、うん、一旦ここで区切っときます。次回はそのハノハノリゾートに向かいます。ちょっともうほんとこぼしたから、もう足元からさ、モンスターの匂いがもうすごいしてくるから、ショックすぎてもう立ち直れないかもしれない。もうゲーム実況できないかもしれない、このモンスターのせいで。はい、ってなわけで、社会人による大人の実況プレイ、ご視聴ありがとうございました。